はい、1000万。あれ、ハロンさん、設定終わったんですか？終わりました。あ、もう行きますよ。ありがとうございます。佐々木くんの配信画面が真っ暗になってるって心配されてるけど、大丈夫ですか？いや、ついてるでしょ。いや、俺は見てないんで知らないんですよ。面白い。切れるのはいいでよ。切れてないよ。怖いなぁ。怖いなぁ。行こう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 。行こう。押してる押してる押してる。時間押してる。酒入ってる笹さん怖いなぁ。チェンダジ。よく殴ってるもんな。よろしくお願いします。お願いします。よく女殴ってるって言おうとしたけど、ちょっと女の人がいる手前言えなかった。やぶねえ、とどまれてよかった。俺にもまだ常識というものが残ってた。いいよ。はい、はい、まあ、暗くなったんでね。うん、この差 CO ないっすか？あ、CO っすか。いや、ちょっとひねり出せるもんないっすね。ね、これってさ、2インポスター？2インポスター、テルテルもいる。ジェスター、アーソニスト、シェリフ、はい、ディテクティブ、はい、イエス、はい、うん、多くね？ 6 人だから大変ですよ。ほぼクルーメイトの方が珍しいっていう。あね。笹何なの？これ笹役職持ちっすね。俺クルーメイトだね。ああ、ここでクルー、じゃあちょっと試しに、俺もクルーメイトなんだけど、うん、他にクルーメイトの人います？確かに。はい、人数がバレたら誰か嘘ついてる。ごへクルーメイト。クルーメイトです。あ、6人。何？今6人ぐらいいた。俺と笹さんと。はい、僕もです。和音さんも来る。で、俺も来る。アイセンさん来る。僕も来るって言いましたね。ヘンリーさんも来る。ヘンリーさん、コヘウさんも言ってたから。意味あるじゃん。これ、無駄になくないですか？でも、この中で2人嘘つきがいる。あ、2人じゃない。嘘つきがいる。7人だから、3人嘘つきいる。じゃあ、釣りますか？村側の役職も大体割れちゃいましたよね、今ので。多分。まあ、確かに。じゃあ、1人釣っちゃいますか、こんなから。最初の2人からでいいじゃん。各自。各自考えて投票しますか？俺ここで釣られたらもう落ちる。それ強いな。じゃあ逆に笹に選んでもらわね。あ、確かに、うん、確かに逆に好きにできるってこと。そうそうそう。じゃあ俺逆にスキップする。俺も釣られたらスキップ、落ちる今日。危険を感じたな、釈迦さん。やめましょう、不毛なんで。僕は落ちないんで釣ってもらってもいいですけどね。じゃあ釣ろう。エンペラーとか役職でありそうだな。指定した人を釣る。なんか市長ありましたよね。あ、ありましたね。票貯めるやつ。へえ。ハモってたな。へえ。モイモイさんが被ってきた。そんぐらいか。はい。はい。ああ。はい。歩兵さんもクルーメイトって言ってたの。言ってましたね。いいやん。一人シーンが出たの。いいやん。これ死体の位置、セキュリティです。はい、はあ。で、カメラ前で死んでました。ああ、カメラはね、歩兵さんね、初動入ってる。なるほど。うん、結構早めですかね。ついさっきまでカメラついてたんで、小平さん以外にカメラ見てる人っています？ついさっきまでっ
ったしたっけ。いや、結構消えてたと思うけど。あれだったな。うん、10秒前ぐらいですかね。リアクトの前下ってくるときはついつ、うん、結構前だと思うけどな。だって俺停電中ナビから出たけど、停電中はもう光ってなかったよすでに。で、まあ、僕から目線でちょっと怪しいのが、停電中僕直しに行ったんですけど、加藤さんがリアクター方面かな、多分わかんないですけど、あ、エレキにいましたね、停電直したら。もうすでに俺が直したんだけどな、直しに行ったら。で、あとその後にリアクター方面行ったら白さんが下ってました。アイセさんもイモイさんは多分やれないと思いますね。はい、2人から見たら俺もやれないと思います。はい、右です。ナビゲーションなんで3人が、これはちょっと無理ですね、うん、このキルに至っては。誰と誰と誰と誰、俺もイモイさん、ホロンさん、それ俺も入れてほしい。え、俺釈迦さん見てないんだけど、ホロンさんと O2 で一緒になって、モイモイさんと一緒にナビまで行って、で俺はナビ前、アイセンモイモイ、釈迦さん、一緒にナビまで行った記憶はないですね。でも O2 にいたのは確かす。うん、ナビまで行って、俺は手前で止まって、ナビの中に入ったのはモイモイさんだっけ。あ、コードのところで俺止まった。釈迦さんってどっからエレキ来たんですか。停電前に O2 いたんで、まあ、かなり白目ではある。まあ、順当に行けば加藤さん、笹さんとか、あとは左側、俺アドミンエレクトリカルだから、アドミン最初誰か一緒にいたよ。カードスラッシュやってた人誰か。じゃあ笹さんとか僕あたりがしそうです。え、釣ったら落ちる。いや、もうこれは、もうこれはもう理由があるから落ちる。3人容疑者。ヘンリーさんの動きちょっと怪しいなぁ。はいはい、これはエレクトリカルですね。わかんない、ね、なんで今、俺今いたんだけど目の前アイセンさんが目の前でキレしてたんだけど。シェリフですか。いや、あとこれ加藤さん照れてるですね。いや、俺ディテクティブなんだけど。アイセンさん、アイセンさん、俺白だよねこれ。なんでさ、佐々木のアイセンさんと繋がろうとしてんの。いやいやいや、だって直前まで俺のこと見てたもん。エレクトリカルなりゃ、そこもそもそもアイセンしかいない。はい、佐々木さんの話は全然わかんないですね。俺がリアクターの方にさ抜けてったじゃん、その前に。俺は見えてない。ストレージから左に行ったのは見えてるけど、そもそもエレクエレキ、そもそもエレキの中にアイセンしかいない。でもこれは確実に加藤さんが殺したんで。4人ぐらいいたけどな。確実に加藤さんが殺した。はい、確実に加藤さん殺しました。加藤さん照れてるですねって。じゃあ何だったんですか。いや、もう俺加藤さんアイセンさん、これアイセン、ちょっと待って、ちょっと待って、ディテクティブ、ちょっとディテクティブの人って他にいない。じゃあ加藤さんはディテクティブなんですよね。そうです。はい、おーですね、よかった。じゃあアイセンさん、はい、でも、あ、違う、おかしい、おかしい、おかしい。今入って、だって俺がさ、左流れてた時もさ、白出してくんないし。あれ、ホロンさん、他の人入れました。僕まだ入れてなくて。一応これインポスターとテルテルだった時がちょっとまずいかなっていう。テルテルだったら怖いなと思ってるんですけど、アイセンさん、いや、でもそもそもディテクティブなんですね、これ。加藤さんが探偵で、うん、その足音は見えてるんですか。俺は入れます。俺はもう入れていいと思います。俺も完全に、俺も加藤さんに入れました。加藤さんが乗っ取りできなくなかったなと思ったんで。そう、ありがとう。テルテルだよね。今日はみんな俺のライブに来てくれてありがとう。あと、ワンオさんが若干怪しいムーブさっきからしてる。うん、ってことはテルテルなんだこれ。あ、わった。え、すごい。ここさんって加藤さん撃って死んだ。シェリフ、そう、あ、神シェリフ。え、ササはみんなごめん。
え？笹は何？え、今のどういうこと？インポスター。インポスター。俺はインポスターで撃って死んだ。もうインポスター使用してよ。いや、俺しようか迷ったんすよ。しようか迷った。なんで？しようか迷った。俺が撃たれたってこと？そう、シェリフが目の前でディテクティブを撃って、テルテルが横にいて、テルテルが。ああ、そういうことか。ああ、ついてる。今日来てる。今日来てるわ。よかった、つぼかっといて。いや、殺したところ見たって言われたからちょっと信用しちゃった。いやもう、普通に殺したように見えた。多分俺と笹さんしか見えてなかったっすね、盤面。俺と笹さんしか見えてなくて、もう俺からはアイセンさん、だから8割ぐらいテルテルだと思ったんですけど。あ、ね。そう、スキップにできないかなと思って、俺ちょっとテルテルじゃないっすかって言ったんだけど、もう遅かったな、あの時。4票入ってたし。あの、狼 CEO あったら。いや、狼 CEO して。したら負けるだと思ったんですよね。でも狼が今度は。でも多分ね。でもこれ今だってさ、うん、狼が使用するのは違うよね。でも狼使用したら犠牲一人ですんで試合終わんないよ。いや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 、これはシェイフが死んだって見抜けない村が悪い。多分テルテルが透けるんですよ。でも笹さんもそれ言ってなかったじゃん。え？笹さんもそれ言ってなかったじゃん。いやだって俺は現場にいなかった。俺もいなかったよ。いや現場にいたの俺と愛戦しかいないもん。そうなんすよね。だから現場狼のベストムーブはスキップにすることでしたね。加藤さんが悪い。僕とエミさんが。でもさ結果見てみ、インポスターも俺も負けてんだよ。一人勝ちなんだよ愛戦さんの。まああんまり勝った気はしないですけどね。行こう。行きましょう。